ハロウィン直前かぼちゃのスープをご紹介いたします。皆さんこんにちは。今日のかぼちゃのスープはただのかぼちゃのスープではありませんよ。材料たった2つ、ミキサーも使えません。もちろんだし汁も必要ありません。そして野菜の中では糖質の多めのかぼちゃですが、血糖値が気になる人のためにあるものを加えて血糖値の急上昇を抑える工夫もしています。いいことずくめの簡単スープです。ぜひ最後までご覧ください。では作っていきましょう。かぼちゃと一緒に煮ていくのはエリンギです。 80g から 100g 程度を使います。粗みじんにしますね。鍋に入れていきます。今日の主役のかぼちゃです。野菜の中では少し糖質多めですが、きのこと一緒に食べることで血糖値の急上昇を防いでくれます。3センチ幅ぐらいに切ってやや薄めに切っていきます。全部切れたらエリンギの上にかぼちゃをのせますね。いつものように水 100ml に薄口醤油小さじ2を混ぜます。上から回しかけます。中火にかけていきましょう。中からグツグツと加えた水が煮立って音がしてきましたよ。そう、こんな音がしてきたらここで弱火にしてかぼちゃが柔らかくなるまで煮ていきます。今日は15分で柔らかくなりました。ホクホクになったかぼちゃに水を 300ml 加えて煮立てます。あとは塩コショウで味を整え、バターを大さじ1仕上げに加えれば出来上がりです。どうでしょうか。簡単ですよね。最後に水を加えるなら最初に分量の水を加えてから煮てはいいのではと思う方も多いかもしれませんが、はっきり言って味は なぜか全然違うんですよね。ぜひ最初は蒸し煮をしてその後に水を加えてください。キノコを加えることで血糖値の急上昇を抑えるだけではなく、キノコからとっても旨味が出ているのでスープの素やだし汁は加える必要はありません。粗みじんにしているのでプチプチと噛み応えがあって、よく噛むことも満足感を得やすく食べ過ぎを防いでくれます。薄めに切っているのでかぼちゃがいい具合に煮崩れて、汁の部分はコクのあるポタージュの味わいなんですよ。ぜひ試してみてください。バターと醤油の相性も言うまでもなくいいですよね。かぼちゃの栄養価についても少しお話しておきましょう。かぼちゃには β カロテンが豊富です。 β カロテンは体内でビタミン A に変換されます。鼻や喉には粘膜がありますよね。ビタミン A はそれを強くして細菌やウイルスの侵入をブロックしてくれます。インフルエンザが流行ってるみたいですので、しっかりと食べて予防したいものです。若返りビタミンと言われるビタミン E も多いので、ご一緒に老化を少しでも遅らせていきましょう。ただかぼちゃは野菜の中では比較的糖質は多めです。でも今日のように食物繊維豊富なキノコと一緒ならとても安心ですよね。こんな風に工夫しながら食べていただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。